明けましておめでとうございます。本当は生配信をやろうかなと思ったんですけど、11時から12時までちょっと調子が悪くてできませんでした。ということで2022年のことをちょっと話をして終わりたいと思います。2022年でちょっと良かったことは、まあペットが欲しくて飼えて、欲しいものも飼えて嬉しかったです。で、まあ2023年になったばっかりですよね。で、まあまたいいことあるかもしれないですよね。もし上げて欲しい動画があったらコメントとかで送ってください。前よりいろいろとあげるように頑張りたいと思います。じゃあ、それでは、さらば、バイ。